米韓合同軍事演習を延期。本日、韓国政府が新型肺炎の感染拡大を受け、米韓合同軍事演習を延期すると発表しました。こちら、今後、実施ができない可能性がございますので、事実上の中止だとの報道もございますが、こういった演習、訓練が 行えない場合は軍隊の能力が下がってしまい韓国の抑止力が低下してしまう恐れがございますこういった演習新型肺炎が収束した後に実施をしていただき韓国として抑止力を維持し中国や北朝鮮やロシアに 対抗していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました